ました、ポカの許可を得まして行われたこのテストなんでありますが、報道陣シャットアウトだったんですが、この番組は強引にカメラ入れることができました。この日持ち込まれたのはエンジンスペック4仕様であります。日本グランプリではスペック4か5かははっきりとはまだ決まっていないということなんですが、とにかくテストはホンダのエンジニア、マクラーレンのメカがつきっきり、そしてドライバーはというとテストドライバーとしての契約が残っております、このおなじみエマニュエル・ピロテです。彼はベルトンに入るまでは1年半にわたってマクラーレンホンダを仕上げてきた男ということが言えるんですが、チーフエンジニア白井さんにインタビューしてみました。基本的な変更点というのは、ないと思います。ただ今までの、グランプリで、いろいろ打ってきた、球の、確認でですね、さらにできましたらグランプリ通過のグランプリでですね、戦闘力を、さらにアップしたものと、今後はテストベースにですね、球を打っていきたいというふうに考えています。初日は気温14度、あいにくのウェットコンディションだったんですが、確実な仕事ぶりで知られるマクラーレンホンダ、大きな問題はなかったようです。グランプリ当日を想定しての積極的なデータ集めに励んでいたスタッフの面々でありますが、ホンダの地元ということでこの日本グランプリ、マクラーレンホンダ、裏根を変えていても